菊池萌水は日本のショートトラックスピードスケート選手。長野県野沢北高等学校卒業。早稲田大学社会科学部を経て、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科に在学中。経営値値置けむ株式会社所属。長野県南作郡南屋駅村出身。5人姉妹の4女で、次女はピョンチャンボリン。 スピードスケートチームパシュート金メダリストの菊池彩香。3女の菊池幸。5女の菊池淳礼も、ショートトラック選手というスケート一家で育つ。なお、全日本ショートトラックスピードスケート選手権の女子、総合優勝は、2016、17シーズンが、燃え水。2017、18シーズンは、幸。2018、19シーズンは淳礼と、3期連続で、 菊池家が総合タイトルを手にしている。二千十年十一月に行われた全日本ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会で総合優勝し世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会に出場した。二千十三年十二月に開催されたソチ五輪日本代表選手選考協議会でショートトラック女子出場枠後に滑り込み、ソチ五輪の三千メートル リレー補欠選手となったが、出場の機会はなかった。2016、17シーズンは、全日本ショートトラックスピードスケート選手権で、総合優勝を果たしたほか、ユニバーシアード冬季大会の1500メートルで、銅メダル、世界選手権で3000メートル、リレー銅メダルという好成績を残した。2017、18シーズンはいつにも増して、絶不調。 2017年12月に開催されたスピードスケートショートトラックピョンチャン陶器五輪代表最終戦公開権全日本選手権でも不審でピョンチャン五輪行きを逃した。燃え水く、テレビで五輪観戦しますとのこと。2018-19シーズンは10月に化学素材メーカーの K1 ネオケム株式会社と所属契約を締結。 ISU ワールドカップ開幕戦では3000メートルリレーで日本新記録を樹立。続く第2戦では3000メートルリレーで銅メダルを獲得した。2019-20シーズンは ISU ワールドカップ第5戦の3000メートルリレーで日本新記録を樹立しメダルを獲得した。ありがとうございます。